神戸ポップカルチャーフェスティバルは、兵庫県神戸市長田区のアスタ国塚周辺で2012年より2015年まで開催されていたコスプレ、サブカルチャー、アニメ、他社関連のイベントである。コスプレ&キャラクターのステージ、キャラクターグッズの販売、他社の展示がある。2016年からは神戸ポップカルチャーセッションに名称が変更され、会場を移転した。2012年に地元の商店街が中心となって開催されるようになった。参加者は西日本各地から集まる。神戸発のゆるキャラ、いまいち燃えない娘を強く推しており、広報ポスターに採用したり、地元タクシー会社とコラボしたツータクを運行したり、会場の商店街を今萌えストリートと呼称して、グッズ販売なども行った。2015年開催時には、実写映画、ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー隊の実物大、イングラムのデッキアップイベントが行われた。2016年からは、神戸ポップカルチャーセッション2016と名称が変更され、ファーストフォースとナンバリングされた過去4回の開催とは切り離された。また会場も、鉄人28号のある若松公園から少し離れた双葉学舎に移動した。神戸ポップカルチャーセッションに関するカテゴリー。ありがとうございます。